はいどうもウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。ということでですね、今回はこちら。ね、ワードプレスで予約サイトを作るとしたらどうしたらいいのかっていう話をですね、あのやっていきたいと思うんですけども、まあ、まずはということで、これちょっと第1弾、第2弾、第3弾ぐらいに、ね、分かれそうな気もするんですけども、まずはワードプレスで予約サイトっていうのをですね、 あのー、した方がいい人しない方がいい人ってのがいるんですよ。ね、でそれをですね、まあ、考え方っていう風なね動画になっていくんじゃないかなと思います。あの結構聞かれるんですよね予約サイト作りたいけどどうしたらいいんですかみたいな話とかですね、まあ、その辺のちょっと回答につながってくるんじゃないかなと思います、まあ、簡単な自己紹介載せておきますので興味がある方は見られておいてください。 はいではね早速ダッシュボードに行ってみたいと思いますでワ、えードプレスで予約サイト作れるか作れないかっていうですねまずね一番の疑問なんですけどもワードプレスで予約サイトは作れます作れるか作れないかで言うとね作れますで作るためのプラグインとかですね便利なプラグインっていうのもね結構ありますでその中でおすすめのプラグインっていうのもですね2つほどあります ただそれはそうなんですけども、まあ、その前にですねえっ、ー、とまあ僕も予約サイトのこと聞かれていろいろ話してとかですねあと予約サイトを実際にお客さんとこうあの実装してみてとかいろ、まあ、んな経験からになるんですけども、えー、とワードプレスで予約サイトは作れるけどワードプレスで作らない方がいい人もいる。 しですねワードプレスで作る前にその手前ちょっといろいろやってきた方がいいよっていう方もねいます、うん。というのがですね今回のあのー、話なんですけども。 ワードプレスでですね、あのそもそもこうプラグインを使えばですね、予約サイトとか予約の仕組みっていうのはね、作れるんですよ。ただしあの、そもそもそのプラグインっていうのが日本製のプラグインがあるかどうかは知りませんが、有名どころではですね、日本製のプラグインじゃないんですよね。で、そうなってきたときに、あのー、結構言葉が難しかったりとか、ねあのー、簡単にできるよ、簡単にできるよって僕から見ても、あ、これ簡単にできるじゃんって思うんですけども、まずパソコンが苦手。 で、ワードプレスっていうものもよく使い方が分かってない。この状況で予約システムっていうものをさらに入れるってなってくると、絶対に、まあ絶対とは言えないな、なかなか機能しにくい。 難しいっていう風にねなりがちな方もですね初心者の方には多いです。ねえー、と例えば見せるんですけどもこのですねアメリアっていうですねあの予約式のプラグインってね僕個人的にすごい優秀だなって思うしすごく見やすいしすごく便利だなって思うんですけどもあの こんんだけメニューがあるんですよダッシュボードの中にカレンダーアポイントメントイベントサービス場所お客様会計通知カスタマイズ設定それぞれが何をするものかっていうのがよくわからないっていうふうに初心者の方だったらなることが多いです。 例えばじゃあこの「カレンダー」っていうところを見てみるとまあカレンダーがついてますよね。じゃあこのカレンダーでどうやったらいいのかっていうのがよくねでここに新規予約とか書いてるからここを押していくと進めていくことはできるんですけどもじゃあ顧客カテゴリーサービス日付なんとかっていうのがついてます使い方ねあのわ、ー、かんないですよね で、アポイントメントっていうところを入れると、ここの新規予約っていうところから、あの、また顧客サービス、カテゴリー、サービス、日付、時間ってさっきと同じものが出てきます。ね。カレンダーとアポイントメントの違いもちょっとわからないってなりがちです。ね。で、イベントっていうところを押すと、 このイベントからニューイベントっていうのを押すとですね、新しいイベントを立てることができて、このイベントを通してですね、ここからクリックして予約することができたりとかするんですけども、それも結構英語でいろいろ出てくるから分かりにくくなるとかですね、あのー、いろんなところがあります。で、このサービス。は、ね、い。で、ここでサービスを作るんですよね。サービスを作ってそこから動かしていくみたいなこともできたりします。 が、これの、あのー、使い方、検索してですね、使い方を調べて、あの、使うことができる。そういう人にとっては、個人的には、このアメリアって、これめちゃくちゃおすすめです。あの、この優秀だなと思います。このレベルの、あの、仕組み作れるんだ、すごいなって思うんですけども、あの、初めての人にとっては、結構難しいというか、敷居が高いと思います。敷居が高い。 はじめね、この設定からですね、基本設定とか会社の設定とかいろいろしていくんですけども、まあ、有料プランと無料プランみたいなのに分かれてて、有料プランにするとできることとかですね、あの無料プランのままじゃできないこととかね、まあ、いろいろあったりします。で、支払いもですね、クレジットカード決済とかがね、結構できたりとかするんですけども、あの、ここに書いてあるのは、PayPal とかですね、ストライプ ね、これと、あのー、セットにすることもできる、まあ、ウーコマースっていう、えっと、ショッピングサイトのね作れるようなプラグインともですねこう連携することもできるしペイパルをここで、あのー、上手に使うこともできるストライプを使うこともできるただこのペイパルっていうのは何とか知っててもストライプ知らないなんていう人もですねいると思いますでそういう風な感じだとですね結構頑張んなきゃいけないかも、うん、頑張んなきゃいけないかもですけども頑張れるんだったらこの テーマあーこのプラグイン、すごくおすすめです、はい。これ先に言っときますね。先に言っときます。で、このプラグインの使い方については、また別の機会にですね、あのまあ、知ってる限り、初めの初期設定とかね、その辺の内容とかでですね、あの機会があるときにやれたらいいななんて思ってるんですけども。とかですね、あとこのブッキング。 で、ね、パッケージって読むのかなこれもすごくね、使いやすいです。個人的に。で、これはですね、さっきのですね、アメリアと比べると、多少、あの、わかりやすい。うーん。わかりやすいって言うと、あの、アメリアって言れるすっげえわかりやすいんですよ。すっごいわかりやすいんですけども、これはですね、項目が少ないって言ったらいいんですかね。うん。項目が少ないです。さっきのよりね。だから、いいんじゃないかなってちょっと思います。少し調べればできるから。 ただ、これもですね、曲作ろうとしたら、この購読っていうのがね、まああの、有料プランみたいなものなんですけども、さっきみたいな支払いシステムとかを作ろうと思った時に、またペーパルとかですね、これもストライプ使えたと思うんだけど、あったあった、ストライプとかですね、使えるんですが、 このね、購読中のユーザーのみとかが出てきてですね使えない有料プランにすれば使えるっていう感じですねただこの購読中のユーザーのみっていう言葉もですねあのー、英語のものを日本語にしてるからちょっと意味がわかんないですよねでなりがちなりがちねなのであのー、全然使えるし全然予約システムは作れるんですけどもちょっと 入り口としては難しいかもしれない。で、そういう時に使えるといいなって思うのがですね、あのー、外部のサービス、ね。外部の予約のサービスっていうのは結構使えます。えっ、ー、とですね、予約システムとかで検索すると結構出てくると思うんですけども、出てきますね。例えばこれ。 予約システムレゼルバーってあるじゃないですか。これ結構ね、無料でできる範囲内でも優秀ですあの。日本のサービスなので分かりやすいと思います。分かりやすいと思います。はい。こういう風にね。で、マニュアルみたいな感じでこう教えてくれる感じなんですよね。だからあの、すごく分かりやすく使えると思います。なので、こう、ワードプレスで あのー、さっきの画面とか見てもちょっと難しいかなとかちょっとマニュアルとかの感じが出てこないとわからないかなっていう方はこういうですねレゼルバーみたいなサービスっていくつかあるのでその辺からスタートしていってしばらくしてそのままレゼルバーみたいなサービスを使っていくのか。 もしくはああこういう風な感じで予約っていう仕組みをねインターネット上使ってやっていくんだってことがだんだん理解できるようになってね理解できるようになって使い方もなんとなくこんな感じでやり取りしていくのねってのが分かる分かってからじゃあそれをワードプレスに組み込もうかっていうですね考え方でもいいんじゃないかなっていうのが、あのー、すごく思います。 で、実際そういう風なね、流れにして、こう教えてあげたりとかですね、そういう風な流れにしてこう設定して、あのー、していったりとかですね、お客さんともしたりするんですけども、その方がですね、うまくいってるケースが多いなっていうのが個人的な感想です。ね。つまりですね、作る側の人。ね、作る側の人でこの動画見てる方で言うと、あのー、対お客さん。お客さんが、 どこまでその人は予約っていう仕組みを欲してるんだろうっていうのはもちろんそうなんですけども、その人が使えるか使えないかっていうのをちゃんとあの話をねしておいた方がね、いいんじゃないかなというふうに思います。 はい、で、またですね、これはね、使いたい側、自分のところのサービスで使いたいんだよね、予約システムをと思ってですね、あの見られてる方は、あのーまあ、自分で判断できると思うんですけども、えっと、よくあるパターンがですね、これであれこれ見てたら、結局、LINE とかインスタのダイレクトメッセージとかで、今撮ってるけど、もうそれでいいんじゃないかっていう人もですね、あのー、いると思います。 で、それ以上ってなってくると、あの、この辺、レゼルバーっていうのもあるし、あとですね、あ、これ見やすいんじゃないですかこのエアリザーブとかもいいですし、あとでクービック、クービックってもうないのか、ストアーズかなんかの名前になるのかなここに載ってるんじゃないですか、6000って書いてたし。うん。このエアリザーブとか、レゼルバさっき言ったやつですね。 あとですね、おおフォームラン、そっか、これ、フォームランのサイトなんだ。フォームランってですね、あの問い合わせフォーム、問い合わせフォームですごくね、すごく便利がいいんですよ。これ、開発者向けのツールとかがあったりして。このフォームランを使った あのー、予約システムか。あこれもケけいいんじゃないんですかね。ちょっと使ったことないですけども、なんか見る限りすごく良さそうな感じしますね。うん。で、これはストアーズっていうのが前、クービック、読み方わかんないですけど、CUB なんとかってクービック、あ、クービックって書いてあるんですね。クービックの、が変わったんですかね、名前が。名前が変わったか、あ、ここにも書いてますね。 えっと、2020年10月からクービックがストアーズに、予約に名前が変わったと。そう。これもですね、結構良かったです。はい。この辺のものをね、使うといいんじゃないですか。0円で決済機能もついてくるって書いてるしね、グルグルカレンダーとの連携も0円でついてくるってなってる。ただ、その代わり、じゃあ件数かな,な何かにね、こう制限とかがあったりすると思うんですよ。だか、もしくは広告が入ってくるか。ね。その辺で使えるので、 あ、そうだ、これ、いろいろ書いてるんですね。うん。あ、で、この予約システム設置したら何がいいのかとかも書いてくれてますね。すごいいいですね、このサイト。そう。決済機能ね。あとは Google カレンダーとの連携とか。この辺。で、0円でも使えるものって結構あったりします。この辺で やってみて何の機能がいるのかそしてこの機能が使えるのか使えないのか管理画面は使いやすいのかどうなのか実際お客さんに試してみてうまくいくのかいかないのかとかですねその辺とあのー、で実際お客さんとの兼ね合いとかも見る必要ありますよねあのやってみたらけど結構うまくいかないなみたいなこともあると思いますしやってみたら意外とうまくいったなみたいなこともあると思いますのでこの辺であのやってみる これをワードプレスから、あの、やるときはワードプレス側で、固定ページとかで作ったらいいと思うんですけど、こう、予約はこちらみたいなことを書いて、ね、こちらとかって書いて、ここから、あの、予約システム、ね、よりご予約くださいとか、書いて、 ここに予約システムをボタンで入れてあげるとかですね、リンクで入れてあげるとかっていうのをですね、あのー、こうやってね、リンクで先ほどのサービスみたいなところに飛ばしてあげるとか、そういう風にね、してあげるというのがね、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ただ、ここで作るとですね、ここで作って、っ仮でね、作ります。ここで作ってしまうと、 使い方としては例えばメニューとかに入れる時にメニューの中の一つに予約はこちらを入れることになるのでこう予約はこちらねこの予約を押してここからさらに予約システムに飛んでっていう話になるから1個ね遠くなりますもしねそれが嫌だったらこんな使い方もいいんじゃないですか外観メニューで えとカスタムリンクっていうと直接飛ばすことができるのでここから直接予約システムに飛ばすと。でここに外部サイトの先ほどのレゼルバでも何でもいいんですけどエアリザーブでもねそこのリンク先をそこの自分のマイページの予約の場所のリンク先をここに貼ってあげる。で追加してあげる。 こっちの方がですね、まあどちらかのやり方で、ね、予約サイトに飛ばすというところから始めて、そこから徐々に徐々に、あのー、ワードプレス側に組み込むなり、なんなりされるっていうのはですね、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。ただ、あのー、いや、その辺はできそうだとかですね、あと、ここのページ見てできそうだっていう方はですね、特にあの、こういうワードプレスに組み込む形でやってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。 で予約の考え方最後にまとめなんですけども、まあ、予約の考え方としてまず本当に予約システムいるのかいらないのかってことですね今 LINE とかで事足りてて意外とその方がいいんじゃないかっていう思い直す人も出てくると思いますもしくはですねあのあそれだったら確かにもう無料のサービスとかを使ってみるっていうのもいいかなってなる人もいると思いますでこの無料のサービスのいいところはあのどこかの会社さんが作ってるからあのちゃんと動きます あのー、そこのシステムの中で動かすので安安心安全って感じですでワードプレスの中のものってちゃんと動くんですけど失礼ですよねちゃんと動くんですよちゃんと動くんですけども,そも自己責任でねっ あの他のプラグインとの兼ね合いとかいろんなものも出てくると思うしだから動作確認とかも自己責任で,、ね、でその上で海外のものを日本語に訳してるものだからその使い方っていうのは自分で検索して探してこなきゃいけないことが多いよということでそういうのができる方とかですねそういう方にはおすすめです。でその中でおすすめなのが個人的にはこの、ね「アメリア」って、まあ、読むか分かんないですけど「アメリア」っていうものとブッキングパッケージ。はい この2つは結構おすすめです、うん。というのがですね、まず考え方としてですね、今回話をさせていただきました。またね、別の機会にですね、じゃあ予約システムどれか1個選んで、こういう風に使ってみましたみたいな感じでですね、あの使い方とかですね、あとはまあプラグインもですね、1個1個も使い方っていうのも別の動画でできたらいいんじゃないかなという風に思いますが、今回はこういう風に考えて予約システムはやった方がいいんじゃないかなっていうですね、経験談。 体験談というのをですねあのー、お話をさせていただきましたはいということで今回はここまでにしたいと思いますそれでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございましたで、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなという風に思いますまたですね概要欄にも参考された情報を載せていますので合わせてご覧くださいということで今回はここまでです